眠りの国。ここは眠りの国。遠い遠い雲の上にあるこの国は、町も人もみんな、うとうと幸せそうに暮らしています。眠りの国のお城には、おやすみ王子とぐっすり姫が住んでいました。今日も気持ちがいい日だね。うとうとしながら空に登ってゆくお日様を見て、おやすみ王子が言いました。今日の夜もみんながゆっくり眠れそうね。ぐっすり姫もうとうとしながら言いました。二人はゆっくりゆっくり朝ごはんを済ませると、お城の外にある畑へ向かいました。さあ、今日はふわふわ綿の収穫だ。おやすみ王子はうとうとしながら、まるで雲のように畑一面に広がっているふわふわ綿を摘み取ると、ぐっすり姫の持っているかごに詰めました。これでふわふわな毛布と枕を作るんだ。おやすみ王子はふわふわな毛布にくるまって、うとうとみんなが気持ちよさそうに眠るのを想像すると嬉しくてたまりませんでした。きっとみんなもっともっと気持ちよく眠れるわ。ぐっすり姫も嬉しそうです。一日かけてふわふわ綿を摘んだ二人は、さあ、今日もみんなを眠りに誘おう。おやすみ王子がそう言うと、ぐっすり姫は、お月様、そろそろ時間ですよ。ぐっすり眠っているお月様を起こしました。お月様が眠たそうに、うとうとと空へと登ってゆくと、代わりにむにゃむにゃとお日様があくびをしながら帰ってきました。おやすみなさい。また明日。おやすみ王子はお日様に手を振りました。お月様が空高く昇る頃、二人はお城の裏にある大きな光る井戸へと向かいました。井戸に垂らしてあるロープを引き上げると、バケツにはたくさんの星が入っています。この星の中には、今日みんなが見る素敵な夢が入っているのです。おやすみ王子とぐっすり姫は空へとゆっくり星を散りばめます。星がうとうとのんびり空に昇り、キラキラと輝き始めると、夢がキラキラ降り出しました。みんなは降ってくる夢をつかんで、一緒に布団に入ります。楽しい夢がいいな。お菓子の夢がいいわ。たまにはお化けの夢もいいな。みんなそれぞれ今日の夢を楽しみに、ぐっすりゆっくり眠るのでした。でもどこからか、怖い夢見ちゃうから寝たくない。男の子が怖い夢を持って泣いているのが聞こえてきました。おやすみ王子とぐっすり姫は男の子のそばへ駆けつけると、楽しい夢と交換しよう。そう、楽しい夢を男の子に渡して、優しく子守歌を歌い始めました。それはそれはきれいな歌声で、男の子はうとうとすやすや
あっという間に眠りにつきました。おやすみ王子とぐっすり姫はお城に戻ると、おやすみなさい。また明日。うとうとすやすや眠りにつきました。すると、お城も木も川も湖も眠りの国はみんなうとうとすやすや眠り始めます。ぐっすりすやすやおやすみなさい。おしまい。なんとこの動画のお話が絵本になったブー。詳しくはこの動画の説明欄を見てブー。いいねとチャンネル登録もよろしくブー。